SCP-742JP に。アイテム番号 SCP-742JP オブジェクトクラス政府にユートラライズド特別収容プロトコル SCP-742JP はその性質上封じ込めは行われておりません。ただし来店客が1名以下にならないよう22時から翌2時の間常に財団エージェントが2名以上日替わりでに入店し待機している必要があります。また待機中は周囲の来店客に不信感を与えないために酩酊しない程度の飲料あるいは食料を注文してください。インシデント 742JP1 発生以降このオブジェクトは特異性を示しておりません。そのため補修の上通常のカウンターとして使用が継続されています。 SCP-742JP1 のある店舗は現在財団のフロント企業が買い取り職員向けのバーとして機能しています。説明。 SCP-742JP は樹齢推定100年の杉材で構成された鍵型の幅4メートル奥行き60センチメートルのバーカウンターです。SCP-742JP には8脚の椅子が備え付けられていますが、特異性の発言にはこの椅子は関係していないものと思われます。SCP-742JP の特異性は日本標準時間22時から翌2時の間に、バーテンダーの氏、SCP-742JP-1 と2人きりで店内にいるときに、SCP-742JP を介して飲料が提供されると発言します。SCP-742JP の特異性が発言すると SCP-742JP-1 がその注文に合った飲料を提供しますが、提供された飲料は一塊の氷を浮かべた透き通った褐色の液体、SCP-742JP-2 に変化します。SCP-742JP-2 はアルコール飲料の摂取ができない被験者であっても、美味しい、と報告しています。また、未成年者を実験対象とした場合、SCP-742JP の特異性は発現しませんでした。加えて、一度 SCP-742JP-2 を摂取したことのある対象は、発生条件を整えた環境であっても、2度目の実験以降、特異性は発現しませんでした。SCP-742JP-2 を摂取すると、対象は自身の後悔、あるいは不安について独白し始めます。SCP-742JP-2 は対象が自身の独白を終えるまでなくならず、独白が終了すると同時にグラスを残して消失します。独白が終了すると、対象は概ね10話から15分の深い睡眠に陥り、これと同時に特異性は非活性化されます。実験の結果、特異性の発言には SCP-742JP-1 が関係しており、SCP-742JP-1 以外から提供された飲料では発言しないことが確認されています。SCP-742JP-1 を検査のため10日間、サイトの低セキュリティヒューマノイド収容エリアに誘致した後に改めて実験を行った際、SCP-742JP-2 は約 20% の確率でしか発生せず、翌日改めて実験を行った際には 70% の確率で発生しましたので、SCP-742JP-1 を SCP-742JP から引き離した場合に特異性が徐々に無力化されてしまうものと思われます。以上のことから SCP-742JP が完全無力化されてしまうことを防ぐため、担当研究員の芝博士により現状の特別収容プロトコルが設定されました。SCP-742JP は2010年月日以降、無力化が確認されています。特別収容プロトコルは改定されました。インタビュー、742-1記録。対象、SCP-742JP-1 本名。担当研究員、芝博士。附記、このインタビューは、SCP-742JP-1 収容直後に収録されました。録音開始。芝博士、やあ、さん、お待たせしました。SCP-742JP-1。これは、芝先生。どうぞ、よろしく。芝博士、ご迷惑おかけして申し訳ない。ですが、これが我々の職務である、ということはご理解いただきたい。SCP-742JP-1。もちろんですとも、先生。ああ、今日は、お出しできないんでしたね。芝博士、私もできれば一杯いただきたいところですが、さて、さん。あなたは、SCP-742JP の異常性、つまり、
あなたの出したドリンクがすべて SCP-742JP に、になる、ということは知っていましたか？ SCP-742JP、1。まあ、最初は私が間違えて出してしまったもんだと思っていましたよ。ただ、時間も時間で、お客様もお一人だけ。たまには、こういうこともあるもんだ、と。芝博士。なるほど。いつ頃ですか？この現象に気づかれたのは。SCP-742JP、1。そうですねー、かれこれ、10年ほど前になりますか。ちょうど、家内が死んで、喪が明けてね。お休みをいただいていた店をまた開け始めた頃、なもんで。芝博士、10年。その間、特にお客からクレーム等は？ SCP-742JP、1。ありませんでしたね。芝博士、しかし、お客さんは不思議がったりしませんでしたか？ SCP-742JP、1。いえ、特にそういう様子ではありませんでしたねー。だいたい、それくらいの時間に一人でいらっしゃって、静かにお飲みになる方、というのは何か張り詰めたものをお持ちなので。芝博士、あなたはどうでしたか？お客が誰ともなしに独白し始める、っていうのは、言っちゃなんですが、異様では？ SCP-742JP、1。最初は驚いたもんです。ですがね、先生。あたしら、バーテンダーっていうのは、そういうもんなんです。芝博士、そういうもの、というと、SCP-742JP、1、バーテンダー、っていうのはね先生。ただ、お酒を出すんじゃないんです。お客さんとは一期一会、もちろん、先生みたいなお馴染みさんもいらっしゃいますがね。でも、そういう方に対しても、あたしがお出しできる最後の一杯を。っていうね、気持ちなんです。その一杯を飲んで、何か言いたい、叫びたい、っていうのがあれば、あたしらバーテンダーってのは、静かに聞いてあげるんですよ。もちろん、他のお客さんのご迷惑にならなきゃ、ですが。芝博士、ははあ。では、お客が独白した後にカウンターで寝たりしても、特に違和感はなかったと。SCP-742JP、1。芝博士、そうですか。お客の具合、と言いますか、その SCP-742JP、2を飲む前と後で、何か違ったことなどは？ SCP-742JP、1。そうですねー。皆さんすっきりした顔でお帰りになります。これが不思議なことにね、散々飲んで、酔いつぶれた方でも、ちゃんと立って、お出かけになるんですよ。芝博士、酩酊状態にある人であっても、この SCP-742JP、2を飲むと、酔いが覚める、と。SCP-742JP、1。気持ちよくお酒を楽しんでいらっしゃる方のように、という表現の方が近いかもしれませんね。芝博士、わかりました。今後、あなたにはしばらくこれしょ、ここで生活していただくことになるかと思います。お手数ですが、いくつかの検査も受けていただくことになるかと思います。SCP-742JP、1。承知しておりますよ。ですが、先生、あの店はどうなさるのでしょう。芝博士、そうですね、現状保存になるかと。いくつかの実験も行う予定ですが、破壊的なことはしない、と保証しましょう。SCP-742JP、1。ありがとう存じます。あの店には、皆さんとの思い出が詰まっておりますんでね。録音終了。ほい。本実験では、SCP-742JP-2 を摂取したほぼすべての被験者が、精神的な満足感及び安定感を得た、と報告しています。これは治癒度以上のうつ病、あるいは心的外傷後ストレス障害を罹患した被験者であっても同様で、本実験後、それぞれ回遊に向かいました。また、同時期にそれぞれの被験者は精神面、行動面ともにポジティブな行動をとるようになりました。詳細は実験記録742、1号を参照してください。実験記録742、1号、日付2000年、月、日。被験者1、サイト、職員、35歳男性、インシデント、SCP、により重度のうつ病、および乖離性人格障害を発症。独白内容、複数の人格による入れ替わりでの独白。結果、実験後、他の人格を受け入れられた、と報告。その1ヶ月後、回遊し現職に復帰。被験者2、D00579、52歳男性、特に精神の疾患なし。独白内容、自分がこれまで送ってきた人生に対する後悔と、今後に対する漠然とした不安。結果、
実験後に、最高の一杯だった、ありがとう、と財団職員と SCP-742JP-1 に対して礼を述べた。突起。対象は SCP-742JP への移送中、反抗的な態度を示していましたが、実験終了後は従順になりました。後に D-00579 は定期解雇を拒絶し、財団への貢献を行っています。被験者さん、サイト、管理者、博士、62歳女性。多忙に伴う軽度の不眠症及びうつ病を発症。独白内容、サイト、職員、研究員との密かな恋について。結果、何もかも満ち足りた気分、と述べた。また翌日、不眠症が回遊した馬の報告があった。突起、実験の数ヶ月後、博士は、研究員と婚約しました。ほい。SCP-742JP-2 を摂取した対象は、皆口を揃えて、次に飲む時には、シラフで最高の気分の時に飲みたい。落ち込んでいる時じゃ。もったいないほどに美味しかった、と SCP-742JP-2 を摂取した時の印象について報告しています。依存性について研究が行われておりますが、現状詳細は判明しておりません。ほいに、SCP-742JP はニュートラライズドクラスに分類されましたが、芝博士は現在も SCP-742JP の研究を行っています。その結果、SCP-742JP に類似する事象を起こす可能性がある一人のバーテンダーを発見しました。彼は SCP-742JP-1 の一周期に店舗を訪れ、この店で働きたいと申し出ると同時に、バーテンダーとしての知識と技術を披露しました。彼は一時期、SCP-742JP によりバーテンダーとしての技術的な指導を受けたと語っています。現時点では SCP-742JP にまたは類似した特異性を発生させるに至っておりませんが、芝博士の提言により、SCP-742JP のある店舗にてレベル0職員としてバーテンダー業務に従事しています。インシデント報告書 742JP-1 号201。概要。201実験中、SCP-742JP-1 が突如意識不明に陥り、そのまま死亡しました。SCP-742JP-1 は重度の癌を患っており、検視の結果においても癌の転移に伴う多臓器不全により死亡したことが確認されています。担当研究員の芝博士は査問委員会に召喚され1ヶ月間の謹慎処分となりました。その際の実験内容については、添付の実験ログを参照してください。SCP-742JP-1 は2010年、夏頃より体調不良を訴え、医療チームによる検査を受けました。SCP-742JP-1 が高齢ということもあり複数の検査を行った結果、膵臓原発性の癌を罹患しており、また全身への転移が見受けられるため、医療チームは SCP-742JP の余命3ヶ月であるとの報告を芝博士に行いました。この宣告は芝博士を通じて SCP-742JP-1 に伝えられました。財団の臨時収容規定に則り、SCP-742JP-1 に対してクラス B の冷凍睡眠処理が行われる予定でしたが、SCP-742JP-1 より最後の実験の申し入れがありました。その申し入れを芝博士が受け入れ、また同時に芝博士により当実験の被験者への志願が行われました。実験記録742-5-201。被験者、芝博士、本オブジェクトの担当研究員。独白内容、インシデント 742JP-1 発生によりなし。結果、SCP-742JP-1 の異常を受け、芝博士は実験を終了した。財団の医療チームを派遣したが、SCP-742JP-1 は癌の全身転移に伴う多臓器不全により死亡した。これまでの実験の結果から、SCP-742JP-1 の死亡をもって、SCP-742JP は無力化されたと思われる。音声ログ742-5-201。録音開始。芝博士。では、実験を開始します。記録開始。SCP-742JP-1。よろしくお願いします。先生。私のお願いを聞いてもらえて、ありがとう存じます。芝博士。では手順を開始しましょう。ただし、何かあればすぐに申告してください。SCP-742JP-1。
わかりました。芝博士。では、そうだな。ほっとココアを。SCP-742JP-1。かしこまりました。少々お待ちを。約3分間、湯を沸かす音等が収録されている。その間の会話記録はない。SCP-742JP-1。お待たせいたしました。芝博士。SCP-742JP-2 を確認。良い香りだ。SCP-742JP-1。ねえ、先生。あたしにも一杯、ご馳走しちゃいただけませんか。芝博士。約40秒間無音。良いでしょう。ただし、一杯だけ。SCP-742JP-1。どうも。乾杯。芝博士。乾杯。グラスを重ねる音がわずかに記録されている。SCP-742JP-1。ねえ、先生。芝博士。何ですか。実験中なので、手短に。SCP-742JP-1。あたしゃね、先生。こんな良い店を持たせてもらえて、幸せなんですよ。芝博士、SCP-742JP-1。子供もおらず、家内にも先立たれてねえ。孤独、だったんでしょうね。でもね、先生。いろんなお客さんが来てくれて、いろんな話をしてくだすった。あたしゃ、幸せなんですよ。芝博士、そうでしょう。SCP-742JP-1。ほら、今日もこうして、いろんなお客さんだね。芝博士、お客さん。ここには私しかいませんよ。SCP-742JP-1。いえ、確かに、ああ、これは懐かしい顔だ。今日は忙しい日になりそうだ。芝博士。3、SCP-742JP-1。こんなにいらっしゃるのは久しぶりですよ。今日は、とっておきの一杯、を。くぐもった人の倒れる音、及び椅子を引き倒す音と強い足音が記録されている。芝博士。3、3、実験中止。医療チームを要請しろ。急げ。録音終了。ほい。これが財団職員として適切な態度でないことは理解していますが、私は彼の最後に立ち会えたことを喜ばしく思っています。自信を持ってここに、彼の最後の一杯に立ち会えたことがこの研究の最大成果だと述べることができます。芝博士。